こんにちは。1月の8日木曜日の日替わり竹部でございます。さて、本日の東京市場でございますが、1万7000円台を維持させまして、株式市場1万7200円を、そういった意味では株高円安になったという言い方の方が分かりやすいかもしれません。本日の9時の寄り付きに合わせてでございますが、日本テレビさんのマーケットナビというテレビ番組出させていただいたんでございますけども、その時にも申し上げました、1万7200円水準、これ昨日の高値水準でございますけどもね、この水準を意識するんではないでしょうかというふうにして申し上げました。そうした意味では、先物オプション225などの先物オプションの SQ を意識して、ちょっと売り込みすぎたものを買い戻ししたのかなと、それに合わせてドル円相場の方も119円台の後半を意識するような展開になったのかなというふうにして見ておりますが、ただし明晩でございます。これガチンコ雇用統計もございますけども、米国の雇用統計を控えているという流れの中では、為替相場の方は今度はちょっとあまり今夜動きづらいのかなというふうにして見ております。ただし昨日でございますけども、ニューヨークの3指数、揃って上昇した経緯がございます。オートマチックデータプロフィッシング、いわゆる ADP 雇用指数でしょうかね。会計会社さんの雇用関連の指数の方も非常に好調だったというところで、もう1回、ドル円相場上値試しができるのかどうか、この辺が大きなポイントになってくるのかなと。119円の80から120円の20ぐらいのこの急落した価格帯、ぐっと戻していくような形になると、新たなステージに入ってくるのかなというふうにして見ております。さて、今回でございますけど、ちょっと資料をですね、3種類ほど持ってご案内させていただこうかと思いますが、まずは1つ目、こちらまず真ん中に持っておりますのは、これ昨日発表されました12月分の FRB での FOMC という言い方の方が正しいですね。米国の連邦公開市場運営委員会におきます。12月の議事録が発表されました。で、こちらの中身、これ FRB 検索すればどなたでも見れますけれども、あんまり、びっくりするような内容ではなかったのかなというところでございます。で、もう2つ目でございます。今度はこちらの方はどなたでも、分かりやすいかもしれません。昨日はこれ、時事通信社さんの新年御例会がございました。こちらにおいては、賃金をもっともっと上げるような形になればデフレ脱却するんだよというような形で、私は個人的にと思ったんですけども、2年で 2% というような日銀の政策と合わせて、民間での対応もぜひぜひよろしくお願いしますよというような発言がございまして、これに合わせてという言い方なんでしょうかね。これの前日でございました。経済3団体での新年会でのパーティー、こういったところでも安倍首相同様の発言をなさったと。そして、これは最初の日でございますけれども、年頭記者会見、ここにおいてはアベノミクスでの意思というんでしょうかね、改めてでございますが、拳を掲げてらしたというところで、一旦お正月モードというんでしょうか、新年のご挨拶というのは一旦終わった形になったのが政府なんですが、実はこれもう一つでございます。竹部的にはちょっと驚愕した資料がございまして、で、これ何かというと、生活意識に関するアンケート調査というのが日銀から発表されました。これはぜひ日銀のホームページにございます。今日付で発表されておりますので、ぜひ、皆さんご自由にって、私が日銀のメッセンジャーのように申し上げるのは甚だ僭越ではございますが、どなたでもご覧になります。ぜひご覧になっていただければと思います。で、ここで私はああというふうにして思いましたのは、アンケートかなりの項目であるんですが、開いていきなり出てるんですね。1年前と比べるとこちらでございます。景況感が悪化しているというふうにして答えていらっしゃる方が凄まじく増えているというところでございます。で、こういった日銀の金融緩和に対する効果だとか、日銀に対する施策だというのを随分ですね、思い切ってこれ公開しているところでございます。で、これ日銀の英断すごいなというふうにして思うんですが、さあ、それでは本年度、2015年になって、また改めてでございますが、1月の下旬にならないと日銀の金融政策決定会合ございませんが、日銀に課せられた課題というのもまた高まってきたところでございます。そこで今回のタイトルは、ちょっと前置き長かったですが、日銀緩和での円安株高期限びっくりマーククエスチョンマークと。で、このイラストのところでご確認していただければと思います。もうちょっともう懐かしいというふうにして言われてしまうかもしれませんが、第1弾目での異次元緩和というんでしょうかね、量的緩和、これ導入したときには、消費物価を前年比、今後2年間で 2% にするんだよと。そしてマネタリーベースとか ETF だとかの保有額を2年で2倍にするんだと。買い入れの長期国債なども全部2倍にするんだよというような形で、異次元緩和だというふうにして、2013年の4月4日になされたわけでございます。で、第2弾でございますが、10月31日、昨年
昨年の10月31日ですね、ハロウィン緩和というような言い方の方が分かりやすいのかもしれませんが、マネタリーベースを年間80兆円分まで増やして、そして長期の国債買入額を先ほど申し上げた額からさらに増やして、これ確か30兆円増やして年間80兆円分にしたわけでございまして、残存期間も3年、そして ETF だとかそうしたものも買入ベース3倍にして、年間約3兆円分の900億円分の買入額にしたと。要は最初の時には2倍で2がキーワードでございましたけれども、昨年10月31日の時には3をキーワードにしたのかなと、まあ、私も勝手に言ってるだけなのかもしれませんが、そんなイメージが強かったのが2014年の10月31日の日銀の追加金融緩和でございました。ただし、ただしという言い方は非常によろしくないのかもしれませんが、もちろんデフレ脱却というような明確なですね、旗を掲げているのはわかるんですが、それが結果として円安株高につながっているというのは、これはあくまでも副次的副作用的な話であるというような形で公式な見解は出ているわけでございますけれども、やはり市場参加者としてはどれだけ円安株高が持続するの、効果はどれぐらいあったのというふうにして、どうしてもやはり見てしまうわけですね。そうなりますと、ここでちょっと見ますと、1回目の時、2013年の時も4月からまあ大体これが全てその効果というふうにしては申し上げませんが、大体3ヶ月ぐらいだったのかなと。そして2回目、昨年の10月31日にあったという言い方をするなら、11月、12月、そうすると1月いっぱいぐらいで、まあ、これもちょっとあまり言を担ぐ方々にすれば、武部は何てことを言ってるんだというふうにして叱られそうでございますが、日銀の緩和によるその、継続性というんでしょうか、効果というんでしょうか、だいたい3ヶ月ぐらいで剥落しちゃうというふうにして、アノマリー的に見るならば、ここでちょっと警戒しないといけないのかなと、まあ、今更何をというふうにしてなるのかもしれません。そうした意味では、武部的には下がるというよりも、上がることができず、横ばいするというような形で見ているんですが、新たな施策、景気対策も含めてでございますけれども、やはりマーケット、政治に突き動かされてきた経緯がかなりありますので、政治で改めて突き動かしていただかないと、円安株高というのはもうこれ期限とまでは言いませんが、少し横ばい停滞してしまう可能性があるんじゃないかなというふうにして、危惧した本日でございます。さて、本日は木曜日というところで、武部の一押しストラテジー、今回は豪ドル円をご案内させていただこうかと思います。米ドルにおけます豪ドルの強含みないしは弱含み、ここ最近の石油安もしくは資源国通貨安によって、もしくは、RBA、これ豪ドル自体が通貨安を望んでいるという言い方をするならば、豪ドルがじりじり対米ドルで下がって、そして、対円でも、まあ、ドル円が上がっているはではありますけれども、じりじりと下がってきているというのは、これは否めない事実なのかなと思います。で、本日でございますけれども、朝方発表されました、あの住宅許可件数だったでしょうかね、こちらの方がマーケットの予想数値よりも良かったというところで、豪ドル買い円売りが進んだ経緯がございますが、ちょっと阻害されてるねというところが、この実は非常に、まあ、教科書的な見方なのかもしれませんが、日足一目均衡表のこの雲の加減をちょっと下回ってしまったというところでございます。ここの水準をもう一回、上がっていくにはどんな材料が出てくるのか、そうした意味ではちょっと短期的もしくは短中期的という言い方になるのかもしれませんが、97円のこの30銭水準というのは、戻り売りもしくはポジションをちょっとロングで苦しんでいらっしゃる方々にしてみると、これは注目せざるを得ない、ポイントになるのではないかなというふうにして見ております。本日が1月の8日でございまして、9日になりますと、明日でございますけど、1月9日になりますと小売売上高の発表がございますが、どちらかというと、この住宅事情という言い方をすると、来週になりますでしょうかね、1月の12日に12日からの週、この週におきましては住宅ローンだとか、もしくはさらに15日になりますけれども、雇用関連の指標というのが出てまいります。労働参加率などもこうしたところからまた、発表されるわけでございますけれども、現状においてこれをどの程度まで意識するのかちょっと微妙なところかもしれませんが、回帰をしてきたという言い方になるでしょうかね、反発してきた、反転した場面のところではですね、ちょっと戻り売りを持ち込みたいという市場
参加者も多いのではないかなというふうにして見ておりますのがこの 97.30 水準でございます。まあ、いずれにしてもこの水準結果として突き抜けていく可能性あるかもしれませんが、マーケットの参加者ベンチマークとしてこの水準を見ております。そうなりますと今回一落ちストラテジーというふうにしては申し上げてますが、どちらかというとこの水準を意識して売り買い明確に持たれた方がよろしいんじゃないでしょうかというような見方でご案内させていただこうかと思います。5ドル円97円の30銭水準、新規エントリーであるんだったらばこの水準から私は売ってみたいと、そしてロングで苦しんでいったらこの水準で、一旦縮小、もしくは新規バイで入っていくというような形であるならばこの 97.30 水準超えていった場合は順張りで追随ドル5ドル買い円売りで追いかけていきたいというふうにして見ております。さて本日が木曜日でございまして、いよいよ明日1月の9日米国の雇用統計ございます。ガチンコ雇用統計、これは遠藤さん、田代さんとまたご一緒にですね、ライブ中継させていただきますが、まずはその前にポジション縮小の管理、そしてこれ明日もまた申し上げますがインターバンク市場はお休みでございますが FX 取引は通常でございますのが1月の12日月曜日でございます。リスク管理、ポジションの縮小というのも今日から明日高まってくる可能性あろうかと思いますので、マーケットエントリーなされる場合は十分ご注意していただいてお取り組みいただければと思います。以上1月の8日木曜日の日替わり竹部でございました。